さてこの映像はマット B です。74キロ級の敗者復活2回戦が行われています。先ほど映像でもご紹介したキューバのロドリゲスが敗者復活戦に回りまして、トルコのスイランと対戦しています。敗者復活戦は今2回戦が行われていますが、この試合も含めてあと2試合行われます。その後74キロ級2回戦が始まって、その2試合目に太田が登場してきますね。そうですね、はいはい、初戦を無難に突破した太田拓也が74キロ級にまもなく登場してくる時間帯です。この試合も含めましてあと4試合後が太田の登場です。太田は初戦で会心の勝利を収めました。2回戦でのその試合ぶりが注目されますが、霞ヶ浦高校教員26歳の太田拓也がこの試合も含めた4試合後にこの B マットで試合を行います。先ほど初戦ではロドリゲスは接戦で敗れましたけれども、はい、やはり力の差が出てきますとこういうふうにあっという間に6対0とセイラーに対しては足を圧倒してますね。そうですね、でもセイラーもですね、94年世界チャンピオンですから。94年のね、はいはい、ただ今の時点では ロドリゲスのペースですよね、はいはい、アンクルホールドのチャンスですけどね、今もですね、ロドリゲスがアンクルホールドに向かおうというところ、6対0とリードを広げています。トルコのセイランとキューバのロドリゲスの対戦です。ロドリゲスは31歳、セイランは28歳。先ほどロドリゲスはアメリカの34歳のマンデーと対戦してね、そうですね、まあ、大接戦でラスト数秒まで勝ってたんですが、延長戦に入ってね、はい、追いつかれて判定でマンデーに敗れまして、敗者復活戦に回って2回戦、最後の最後逆転されてマンデー有利という状況の中でロドリゲスが笑顔を、ね、盛んに浮かべていたのがちょっと意味が分からなかったんですが、はい、あれは諦めの笑顔だったのか、アメリカだからしょうがなかったのか、しょうがないのかなというそういう笑顔だったのかもしれませんしね。まあ、そのロドリゲスが敗者復活戦で94年の世界チャンピオンですか、トルコのセイランが94年の世界チャンピオンですね、28歳のセイランに対して6対0とリードを広げています。残り時間30秒を切りましてロドリゲスが有利です。さらにまた後ろに回ってワンポイント、やはり敗者復活戦に回りますとですね、気持ちの切り替えが大変重要になってきますよね。はい、と言いますと、やはり優勝をみんなですね、狙ってきますから、あ、そうですね、そういう意味ではもう優勝の望み立たれてますからね。なるほどね、はい、つまり緊張のその糸が切れてしまっては何にもなりませんね。そうですね、それでそのロドリゲスはもう気持ちを切り替えて、はい、セイラはちょっとですね、気持ち整理がついてなかったんじゃないでしょうかね。なるほどね、まあ、柔道競技で小川選手はね、はい、いわゆる本戦の決勝トーナメントで準決勝でドゥイエにフランス敗れて、はい、まあ、そこで緊張の糸が切れてしまったと後で言ってましたね、はいはい、敗者復活戦でも振るいませんで、結局小川選手はメダルを獲得することはできませんでしたが、まあ、それだけ緊張状態を維持するのがいかに難しいかということでしょうか。そうですね、はい、結局キューバのロドリゲスが7対0でトルコのセイランを破りまして敗者復活戦の2回戦を突破しています。しかし終始ロドリゲスのペースだったと思いますが、そうですね、今回の ロドリゲス非常に僕は調子いいと思う見ましたね、はい、ケニーマンデーとの試合ですね、アメリカのケニーマンデーに敗れて